定局性能どうもガンさんですトッポギザマラです。皆さんこんばんは。こんばんは。おかめもこんばんは。ガンちゃんもこんばんは。トトリ毛玉すごいことになってるよ。ちょっとね、もう来すぎて。タンクってさ、結構狭いところ多いじゃん、うんうんうん、そこでぶつかりまくってさ、これがさ、破れちゃってさ、部屋の中のさ、羽がこうやってちょっとずつ出るとさ、めちゃめちゃ出てる。それでさ、一個一個さ、なっちゃってさ、長い擦れて出てくるでいい。あ、そうなの。振った俺がバカだった。ごめんなさい。最近ね、YouTube のコメント数が増えてくるにつれて、こういうね、質問をよくね、僕たちのコメント欄でいただくんですけど、なんで日本に戻らないで韓国にいるんですか、韓国から離れない理由は何ですかっていうコメントが結構あるんですよね。でそれについてちょっと今日ちょっと深くっていうか、まあ今ね絶賛あのカップルたちが祝日などフィーバー中なので、どうせホテルがないということでちょっと外に待機中なんですけど、この間をねってちょっと皆様に普通にお話していこうかと思います。はい、やっぱり人間ってさ、うん、夜になるとさ、いろいろ考えちゃうよね。そうね、うん、なんか皆様がさ、そういうコメントたくさんくださるからさ、僕たちはこうやって、ね、挑戦の気持ちでこうやってきたので、やっぱりネガティブな方向にちょっとずつなんかさ、夜になるとそうね考えちゃう、節ない、うん、節ある。で好きだけど嫌いみたいな夜が俺そう、うわ、かっこいい。おしゃれだよね。そうそうそう、かっこいい。でもそういうのでやっぱりね、僕とガンちゃんでも、うん、結構よく話すので、夜になるたびに。そうだね。だからそれについてもね、ちょっとね、うん、うまいこと話したかと思います。そうだね。この動画を最後まで見ていただきますと、僕たちがなぜ韓国にしがみついて離れない理由がサクッとわかるかもしれませんね。ぜひ最後まで見てください。ラスコー、行ってみよう。チャンネル登録してくれた？で、なんかまあ離れない理由についてなんですけど、なんかおかめあります？ありますよ、もちろん、うん、僕たちはね、韓国に行くって決めたのがね、去年の8月頃かな、うん、そうだね。で、その時はちょうど僕たちがチャンネル登録を10万人を目指してる時で、うん、まあその時はね、あの視聴者さんには伝えてなかったんだけど、うん、10万人をきっかけに僕たちは新たな次のステップに行くっていう目標を掲げて、それをね、あの10万人達成した時に皆様に伝えて、うん、満を持してこうやって韓国に来たわけなんですけれども、かっこいい姿を見せたいし、そう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 、もっと成長したいし、もっと成長した姿を見せたいっていうね、思いを込めてトッポギザマライは韓国に来ました。で僕たちのさ、夢がさ、皆様の夢となって、なんか一緒に叶える、うん、そういう姿を見せたいなっていう、うん、思ってる中、今、まあ、この現状で、まあね、いろんな、ね、意見もあると思うよ。もちろん僕たちの夢がね、正直皆様には分かりづらくなってきてる部分がある。夢がないよりも家がないから、まずそうなんだよね。まず夢を叶えるための施設がそうそうそう、あのマレオンになってないから。ただね、去年8月に明るい未来を持って韓国に来たわけで、うん、覚悟を持って来てるわけなので、誰だって挑戦ってさ、怖いよ。厳しい環境に行くなんて、それは怖いよ。そこをね、僕たちがね、挑戦して、その挑戦している姿をね、やっぱり見せていきたいな。覚悟を持った男は違うからね。違えから、俺たち。ガンちゃんはなんか、どうですか、ガンちゃんは。けど、なんかそのコメント見てさ、俺思ったの、あ、なんか優しいなって思う反面、トッポギ侍がこうやってみんなに見せちゃってるんだっていう力不足感を、ちょっと僕たちっていうか、まあ僕が正直感じてる部分ではある。入れてくれよ、うん、なんで急に話すんだよ。オガメも感じてるのかなと思って。感じて痛感してるよ、それは。そうだから、なんかもうちょっと明るい企画をやってみたりとか、元気な姿を見せたりとかしてても、やっぱみんなにね、心配しさせないようにしてるのは、だけどやっぱさ、人間って多分表情に出ちゃうと思うんだよね。一瞬の表情、あ、出たってみんなは多分思ってるよ。あ、オガメは今暗いわとか、あ、ガンちゃん笑ってるけど心の底は全然笑ってないわみたいな、あいつ性格悪そうみたいな、そういう感じで言ってんだよ、それ自分で。言ってない、なんで自分で叫んの、大丈夫。言ってないんだ。そう、だからそういう部分でもなんか伝わっちゃうと思うから。伝わるよね、動画って。なんか無理になんか俺たちが元気を出してやるってよりかは、もうその日の喜怒哀楽を伝えていきたいんで。うるせえな、電車が。すぐそこ電車通ってる。まあ、暗かったら暗かったでいいし、明るかったら明るかったでいいし、ただなんか僕たちは何かを掴むためにさ、韓国に来たわけだし、今必死に韓国で頑張ってる状況だから、なんかみんなのそういうコメントはもちろん、あ、嬉しいな、心配してくださるなって思うんだけど、僕たちはなんかもっとそれでシュンってなっちゃうみたいな。トッポギ侍力不足だなみたいな、あ、ね、僕たち俺何もできてないわみたいな感じで思っちゃう時もあるから、難しいよね、この言葉で表現するっていう、言語化するっていうの、それも難しいわ。ちょっとね、思ったのは、これってさ、まあ、僕たちの成長過程なわけじゃん、うん、挑戦するに
あと多分失敗ってたくさんあると思うんだけど、うん、挑戦に失敗がないんじゃないか説をちょっと俺考えてきたんだけど、うんうん、俺ね、ほんと1年前まで俺アルバイトめちゃくちゃやってきました、うん、何十本も何百本も、うん、何百個もやってきました、うん、その時はね、ああ、俺何してもダメだな、うん、俺何すればいいんだろうってすごいいろんなこと考えてて、もしかして俺の人生失敗かもって思ったけど、今考えたらあの時のバイトが、あの時の経験が全て生きてるわけ、あの時の失敗が今こうやってあのここにいることによって成功になってるわけ、 あの時の経験したことが、うん、その時は辛くて失敗だったかもしれないけど、それが成功になってるの今、貴重だよね。そうそうそう、だから挑戦するにあたって失敗するとこはあるかもしれないけど、それは成功しちゃえばその過去の失敗したことも全部成功になるわけですよ。それが栄光になりますから。かっこいい。ライブ踏まないでもらっていいですか。だから今僕たちがこれやってることは成功するための、うん、挑戦で、成功するための失敗ではないってことを僕たちは伝えたいなって思ったの今。あのそれこそ昨日かな、 YouTube ライブで韓国の方がコメントしてくださったのが、日本に住んでるんですけど、私は韓国に完全に帰ろうと思ってます、韓国の生活はきついですかっていうコメントを見たんですけども、あの僕たち、まあ、韓国もちろん今辛いよ、ただ日本に帰ったところで同じだと、日本でも辛いよ、だってさ俺たちすごい覚悟持って多分友達とも家族とも別れてきてるわけじゃん、うん、このまま帰ってみんと、俺たちの環境だって帰る辛さもものすごいある、合わせる顔ないよ、そうかな、そう、そういうこと、そういうこと、僕たちもうね正直ね日本に帰る場所ももうないです、うん、ここで成功しない限りは日本に帰れません、うん、その覚悟を持って2人で韓国に来ました。そうなんだ、帰ることもできるじゃん明日、うん、全然できるよ、友達と会えることも可能じゃん、うん、できるできる、会える、うい、お疲れって、できない、できないくない、だってさガンちゃんもそうだと思うけどさ、友達がさみんな応援してくださって、応援してくれててさ、みんな俺たちの動画を見てさ力もあってパワーもあって刺激もらってるんだって、うん、で本当に俺の友達って言ったけど、もし自分がもっと自由な身があったらお前みたいなそういういろんなことを挑戦してみたいってことを言ってくれたのよ、熊の経験がみんなのその力パワーになってるのがあの本当に身をもって実感できるから、帰れません。この状況でもっと成し遂げて、もっと多くなって帰って、俺とガンちゃんのこの韓国でやってるこの生活をもっともっと刺激を受けて、もっと頑張ってくれっていうのを動画を通して伝えてきて、大きなプレッシャーもらったね、そう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 、そういうこと、そういうこと、なんかさ、俺さ、韓国の料理、お店またお店。ここまで来たら、細けえよ。どこを見てんので、決定的に逆にさ、最新の注意を払ってさ、お店見に行こうよとしてない？いや、マジで、お店ですごいわかる。どっかって言ったら、お店の衛生面、なんか、おかずとかがセルフなのよ、うんうんうん、でセルフでもう取り放題なのね、うん、まあ、日本だったら、まずこれでも絶対ありえない、うんうん、で、それがずっと出っ放しなのよ。あー、むき出し、むき出しない、うん、絶対乾燥してんのよ。あー、そういうこと、夜に入った日には、うん、もうカッサカサになってんのよ。あー、もう食えません、このバンチャー。あー、まあ確かに確かに、それはちょっと思うかも。だからさ、日本ってさ保健所とかものすごいあるからさ、うん、衛生面に対してすごい慎重にしなきゃいけないの、うん、で、いつ来るか分かんないの、うん、保健所が、で、もしアウトだったらもうこれ、うん、お店できないの、うん、でも韓国って多分そういうのがあるのかないのか分かんないけど、うん、セルフサービスは俺あんまり、俺どうなんだろうね、うん、なんかカッサカサになってるし、なるほどねっていう、すごい思っちゃうんだよね。熱血だな。熱いって、いや日本だったらちょっとさそこあんまりなくない、なんかビュッフェでもさちょっと かかってるじゃん、みたいな、ね、完全にむき出しじゃん。ああ、そう、それが気になっちゃうんだ。気になってさ、 なるほど、ね、なか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 食べれないなっていう、うん、まあ韓国らしいけどね。まあらしいんだけど、俺が思うのはなんかどうでもいいと思ってガチで、その大画面がどうでもいいとかじゃなくて、むき出そうがむき出さまいが、うん、俺食べないし、確かに確かに、ね、どうでもいいよと思って。保健所的にはさ、保健所とかあんのかなってちょっと思った。そう、だから逆なの、大画面はいろんなちっちゃい頃こうやって見れるけど、うん、俺はそのちっちゃいのどうでもよすぎてもうなんか逆に俺が悪い人みたいな感じで思っちゃうんだよね、毎回毎回。いや、そんなことない、俺が多分日本人だからこそ、潔癖なところがあるからこそそういうとこ思うけど、やっぱり雑巾ってさ、前のいた人がさ片付けてでまた雑巾拭くんだ、まあ、これを繰り返すわけじゃん、もう雑巾には菌だらけなのよ、なるほど、ね、ここ拭いてももう菌がさもう広がってるだけだから、確かに、ね、もうそこに毎回さ、銀のさ金属のさスプーンとかさ酢塩とか酢塩置かれるわけ。衛生の仕事しろもん。衛生面のそっち行った方がいいわ。ないの、逆にないの、
気になれよ。あけどね、お店では全く気にならないんだけど、その人を見るのは大好き。逆にお人間観察だ。そう、人を見るのがものすごい好きなの。人間観察してんだ。ものすごく変態だ。ものすごくすごい嫌な言い方で、女ばっかりだろどうせ。ちげえよあ、韓国の人はこういう歩き方するんだなとか、日本の方はこういう歩き方するんだなとか、うん、韓国人はこういうバッグの持ち方するんだ、日本人はこうやってバッグの持ち方するんだ。人間観察の仕事せえお前は人を見てなんかそんな仕事ないかもしれないけど、それを判断する仕事せえだからこそなんか特技がついちゃった。おー、なになに。韓国にいる日本の方 100% 当たれる説。あーってすごい言うね。すごい。しかも歩き方で言うね。もうすっごいから。あの歩き方って、うん、もうすっごいの。うるせえ。うん、伝わって一発で分かる。確かに確かに。あ、なんかこの一歩目で、あ、日本の方だ。あ、二歩目で確実に日本の方だ。でも分かるよ。そう、あと食べ方、うん、とか髪のこういうやり方とか、仕草。女の子ばっか話しちゃったけどなんかそういうそういうわけじゃなくて、隠せないからもうそんなやめた方がいい。あ、まあ、どうやって出るから。男性も見てるけど、うん、あんまり分かんない男性ってあんま変わんねえからな。あんま一緒だから俺たち一緒だから男性ってただ全員エロいだけだから、うん、根本エロでできてるから男っていうのは。やめとけよ。すいません、ごめんなさい。けどなんか女性を見てめっちゃ全然違うなって思ったりするかな。でもまあこうやってね、本当にね、韓国生活は一つ一つが発見で、そうだね、一つ一つが刺激的で、うんうん、僕たちのリアルをガンちゃんがさっき言ったけど、辛いことも届けて、楽しいことも届けて、衛生面も届けて、うん、人間観察も届けていきましょう、これから。その2つはいいけどな。届けて、どんどん届けていきましょう、いろんなことを。そうだから、僕たちは韓国について全くマイナスとは思ってない。思ってない。すごい悪い国とも全く思ってないし、じゃあ韓国で悪いことがあったとしても、それは俺たちは絶対マイナスに捉えないようにしてる。まあ実際今言えないけど、それもポジティブ。お、ここまで来たらもうポジティブっしょ。やった。ポジティブしかねえんだから。やった、ありがとうございます。もうだからこの逆境を乗り越えた先には新たなトップ侍があると思うからね。見たことない、見たことない景色が、うん、いるかもしれないので。知らんけどねいいじゃん、かっこよく、俺かっこよいこと言ったよ、うん、知らなくはないよ。僕たちいろんな考え方の柔軟性をね、うん、持ちながら韓国生活頑張っていきますか。頑張っていきましょう。はい、最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白かった、楽しかったと思った方はいいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。僕たちチャンネル登録20万人目指してます。ぜひぜひチャンネル登録の方お願いします。各 SNS 概要欄に貼っております。ぜひフォローの方お願いします。それではバイバイ。감사합니다. 완전 좋아.